要素の材質設定の上書きここでは、ビルディングマテリアルの材質設定の調整方法をご説明しますスラブ、屋根、およびシェルの場合、辺のカスタム設定を使用すると個々の要素の辺にカスタム材質設定を定義できます辺のカスタム設定ダイアログは、ペットパレットを使用して表示できます 要素の設定ダイアログのモデルパネルを使用して、要素の材質プロパティを上書きすることもできます。この説明については、関連するクリップをご覧ください。デフォルトでは、要素の材質は、ビルディングマテリアルの設定で定義されたプロパティに基づいて表示されます。要素の設定ダイアログのモデルパネルにある材質上書きオプションを使用すると、 ビルディングマテリアル属性で定義された材質プロパティを上書きできます。最後に、ペットパレットを使用して、要素の辺のカスタム設定を指定できます。先ほど説明した両方の材質定義を上書きできます。要素に変のカスタム設定がすでに指定されている場合、要素の設定ダイアログのモデルパネルの 材質上書きボタンの前にアイコンが表示されます選択した要素の一部の辺にすでに辺のカスタムプロパティが指定されていることを示しますこのダイアログで材質上書き設定を変更するとこのアイコンが変化しますここでダイアログの下部にあるカスタム辺に変更適用オプションを使用すると材質のカスタム設定が 指定された辺に対して新しく指定した変更を適用できますこのチェックボックスをオンにすると、以前に指定した変のカスタム設定が新しい材質プロパティで上書きされますモルフ要素の場合、材質上書きオプションはモルフの設定ダイアログのモデルパネルで指定し、モルフのすべての面に適用されます これはペッットトパレットから面のカスタム設定ダイアログを使用して上書きできでます面のカスタム設定は個々の「モルフ面」に適用することができます断面形状の場合「断面形状マネージャー」を使用して断面形状の辺のカスタム設定を指定できるため上書き手順が異なります。 断面形状マネージャーで指定した辺のカスタム設定はビルルディングマテリアルで指定定された材質設定を上書きします最後に壁柱または針の設定ダイアログの「モデルページ」にある「材質上書き」オプションを使用すると先ほど説明した材質定義を両方とも上書きすることができます。